ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、さっきまで適当に検索したものの配信を眺めてたんだけど、あまりに部屋が汚いのが気になって、思わず見るのをやめちゃったわ。配信するのなら、少しは掃除してほしいものよね。本人は日常の一部だから、気にしていないんだろうが、霊夢と同じような感想を持つ人がいるのも事実だぜ。しかし、汚い部屋を見て、自分だけじゃないと安心する人もいるかもな。言われてみればそうね。不潔な配信者って、そういうのも意識してるのかしら？そういう人もいるかもしれないが、必ずしもそうとは限らないんだぜ。ネット上には、不潔なことでも有名な動画投稿者が何人もいるが、とてもじゃないが視聴者を意識とか、そういうレベルを超えた猛者もいるからな。そうなの？怖いもの見たさだけど、どんな動画投稿者がいるのか気になるわね。じゃあ今回は、不潔すぎる動画投稿者4選をゆっくり解説していくぜ。はい、お願いします。それじゃ、ゆっくりしていってね。最初に紹介する動画投稿者は、ハリツさんだぜ。ハリツさんって、一体どんな人なのかしら？ TikTok でバズを連発していることで有名だぜ。TikTok はあまり見ないから知らなかったわ。YouTube チャンネルも解説してるから、気が向いたら見るといいぜ。見るかどうかは、この解説次第ね。顔を見た感じ、そんなに不潔な感じはしないんだけど。一体何が不潔なのかしら？じゃあ説明していくぜ。ハリツさんが投稿する動画の内容は、主に掃除や料理となっているんだが、その内容がとにかく刺激的なんだ。日常的なことしかしてないのに、なんで刺激的なんて評価になるの？じゃあまず、料理の話からしていくか。ハリツさんの料理動画は、メニュー名がタイトルになっていて、動画はハリツさんがタイトルの料理を作るだけの内容なんだ。ふむふむ。問題となるのはハリツさんの作業の大胆さというか、雑さだな。とんかつを作る動画では、買ってきた分厚い肉を、パックごと切断するという荒技からスタートするんだぜ。パックごと？なんか、豪胆な人ね。豪胆というより、全体を通して独特な内容なんだよな。料理の手際自体は悪くないんだが、そこかしこに不潔な要素があるんだ。とんかつを切り分けるシーンでは、端っこの一切れがシンクに落下するぜ。しかも、そのシンクはかなり汚い惨状になっているんだ。それはちょっと、見ていて顔をしかめてしまうわね。衣用の卵を素手で溶いたりもするし、全体的に料理動画としての、最低限の清潔感が、欠損しているような感じなんだよな。出来上がったトンカツは肉厚で、美味しそうではあるんだが、いくら手際が良くて完成品が美味しそうだとしても、背景とかところどころに汚いものが映っていると食欲は失せるわね。そういうことだぜ。ハリツさんの料理動画、いわゆるハリツ飯の動画は、全体的にこの雑さが際立った内容となっていてな。それが不潔という評価を生んでるんだ。それは不潔と言われても仕方ないわね。ベッドで料理したり、調理にアイロンを使ったり、家の周りの雑草を料理したり、三脚を使って調理したりと、バリエーションはやたら多いし、刺激を求めたい人にはいいのかもな。見てみたいような、あんまり見たくないような。というか、ハリツさんの動画って、料理だけじゃなく掃除もあるのよね？そっちはどんな感じなの？掃除動画も刺激的な内容だぜ。何せ、料理動画のところどころで映り込むお部屋の掃除だからな。それはそれで覚悟が必要そうな内容ね。一応、簡単に内容を話していくぜ。ハリツさんのチャンネル自体にも、掃除の動画はいくつか投稿されてるが、ヤングリッチプアというチャンネルとのコラボで、大規模清掃をしているから、今回はそっちの内容を紹介しようか。大掃除をしたのね。どんな内容だったの？シンプルにヤングリッチプアのメンバーが、ハリツさんの自宅を掃除するんだが、シンプルでありながらも、正気の正体が明らかになる衝撃の内容だ。メンバーは家に入るなり、悪臭にひるんだ様子だったぜ。その後も、臭気や吐き気と戦いながら掃除をしていくんだ。企画のためとはいえ、ヤングリッチプアの皆さんも体張ってるわね。謎の袋に無数の虫がはびこっていたり、恐怖の炊飯器開封イベントがあったり、かなり刺激の強い内容となっているぜ。これはなんというか、一種のドキュメンタリー地味てるわね。そこまで汚い部屋を作るのもすごいけど、動画を投稿するのもすごいわ。まあ、大掃除企画は特別だが、他にもハリツさん自身が、
トイレ掃除をする動画なんかもあるし、刺激を求める人は見てみるといいかもな。いや、ちょっと。余裕がある時に見ようかしら？次に紹介するのは、文人さんだ。YouTube の動画投稿を積極的に行っている投稿者さんで、驚くべきことに、その年齢は51歳だぜ。彼のチャンネルの登録者数はなんと、11万人を超えているんだ。その年で YouTube で活動するだけでもすごいのに、登録者数がちょっとした大物レベルじゃないの。すごく意志が強くて、しっかりしてそうな印象だけど、そんな人がどうして不潔だなんて言われているのかしら？もしかして、動画内容が不潔なの？文人さんは、インターネットコメディアンを名乗っていて、投稿されている動画の内容は、大体がネタ要素強めになっているぜ。サムネイルを見れば、なんとなく雰囲気がつかめる感じだ。なるほど、コメディアンらしいサムネイルね。でも、それならどこが不潔と言われている原因なのかしら？文人さんの不潔さの理由はシンプルで、ズバリ部屋の汚さにあるぜ。動画も自宅で撮影しているから、そこかしこにその片鱗が見られるんだが、彼の部屋はとにかく雑然としていて、古さも相まって汚く見えるんだよな。文人さんは築40年のアパートに、22年住んでいるんだぜ。これは確かに、不潔かもしれないわね。登録者11万人の YouTuber なら、お金を使って清掃業者を呼ぶとか、なんならもっと綺麗な家に引っ越すとか、清潔にするための手段があるんじゃ？そもそも文人さんは、そこまで大金を稼いでいるわけじゃないんだ。そうなの？ YouTube は参入者が増えた影響で、定期的に動画を投稿していかないと、どんどん視聴者が離れていく現状でな。文人さんは不定期投稿ゆえか、そこまで数字が上がっていないんだぜ。月額ファンクラブとかもやったそうだが、メルマガ配信がめんどくさくてやめたそうだ。じゃあ、肝心の稼ぎは？会社員の給料と YouTube の収益で、月20万ほどだそうだ。想像以上に稼げてない。YouTube を極めるなりすれば、もっといい生活ができそうなのに。すべては文人さんの、めんどくさがりな性格が影響してるぜ。頻繁に動画を更新するのが、めんどくさいということかしら？メルマガ配信もめんどくさくなったって話よね。ああ、さらに言うと汚い部屋を放置してるのもめんどくさいからで。引っ越しをしないのも同様の理由と思われるぜ。めんどくさがりって、時に人生を左右してしまうのね。不潔になるという次元を超えた、大きなデメリットを感じてしまったわ。汚さを前面に出した動画を投稿してるわけじゃないんだが、節々から感じられるめんどくさがりな部分と、その影響で汚くなってる部屋を見ると、どうしても不潔な印象を拭えなくなってしまうのが、文人さんなんだ。動画投稿を極めるなり、掃除するなりしてほしいわね。部屋が綺麗になったら応援したいわ。次に紹介するのは、アルチューカラカラさんだ。投稿者名は、わわわだが、動画内の行動から通称がついたんだぜ。便宜上、今後もアルチューカラカラさんと呼称させてもらうぞ。なんか、字面からして不穏な感じね。どんな動画を投稿してるのかしら？アルチューカラカラさんはニコニコ動画で、楽しくお酒を飲む動画を投稿しているぜ。金属製の1リットルのジョッキに、お手製のハイボールを入れて揺らし、アルチューカラカラー、と叫ぶ動作がとにかく有名で、通称の由来になっているな。楽しくお酒を飲む動画なのに、一気に破滅的な匂いがしてきたわ。なお、飲むお酒はいつもハイボールで、ハイボールの人とも呼ばれてるぜ。それはわかったけど、この人はどこが不潔なのかしら？いくつかあるんだが、順番に説明していくとするか。今回はアルチューカラカラさんの動画から、ウエスタンハイボール飲んでみた、世界のハイボールシリーズ、の内容を紹介していくぜ。おしゃれなタイトルなのにどうして？動画はハイボールを飲むだけでなく、料理をするという内容も含まれていてな。その料理がそこはかとなく不潔なんだ。この動画では何を作ったの？豆とひき肉のチリ煮込みで、カウボーイ的な料理を意識したそうだな。美味しそうじゃない。ただ、その調理方法が豪快すぎるんだ。彼はボロボロの炊飯器に豆やひき肉などの材料をぶち込んで、チリパウダーとケチャップをぶちまけて、そのままスイッチオンするという、とんでもない炊飯器料理を始めるんだぜ。できた料理は悪くないんだが、炊飯器のボロさがどことなく不潔でな。ハリツさんほどではないが、かなり雑な感じの調理なんだぜ。それはなかなかに強烈だけど、他にも不潔とされる理由があるの？
アル中からから宣言後に、ハイボールを一気飲みするのが恒例なんだが、その時に汚い音を立てて飲むから、それも不潔さに拍車をかけているぜ。あと、部屋が和室でちょっと汚そうなのもいい味になってるな。それを味と言っていいのかしら？でも、今回紹介された中では、一番見やすそうな動画かもしれないわ。それなら、ぜひとも見てみるといいぜ。ただ、その乱れた食生活や、飲酒の思い切りの良さのせいか、体調不良になってしまったこともあり、時には亡くなったとまで囁かれたんだ。最後の動画は2020年のものだから、復活を祈りながら過去動画を見てくれよな。普通に心配になるし、元気に戻ってくるといいわね。ちなみにアル中からからさんは、なぜか2代目も登場しているんだ。炊飯器料理でボルシチを作り、真っ赤な液が噴出するという、初代に負けないインパクトを持ってるぜ。なんでそんな概念が時代に継承されているのよ。次に紹介するのは、最強引きこもり女子ちゃんだぜ。本人は最強ちゃんと自称しているから、今回はその呼称に習わせてもらうぞ。え、女性なの？その通りだぜ。あと、今回紹介してきた人の中でも、間違いなく最強に不潔な動画を投稿してるぜ。覚悟して聞いてほしいというか、食事中の人は動画をストップしてほしいな。そこまで？最強ちゃんってどんな人なの？最強引きこもり女子ちゃんは、TikTok ライブをメインに活動し、その動画を X にも載せたりして話題になってる人だな。その内容はもう不潔を通り越して、信じがたいレベルに至ってるんだ。具体的には？彼女の部屋は汚部屋の究極系で、足の踏み場がないレベルで物が散乱してるぜ。彼女のライブ映像では、その部屋の様子が克明に映し出されるわけなんだが、なんと、部屋中の壁であの黒い虫がうごめいているんだ。それって、まさか G？ その通りで、最強ちゃんはその中で料理をして食事したりするんだぜ。そんな部屋、生活どころか一瞬たりとも痛くないんだけど？だが彼女はこの部屋で生活してるぜ。そして、彼女の不潔さはネットを超え、現実世界でも問題になるレベルだったんだ。どういうこと？彼女は賃貸住宅に住んでいるんだ。そんな場所で大量の G を発生させ、汚部屋も放置している状況だから。同じ住宅の住民たちが、とてもじゃないが住めなくなってるんだぜ。ええ？彼女の X には、近隣住民や管理会社とのやり取りも投稿されてるぜ。というか、大家さんから怒りの退去命令も受けているそうだ。全体的に、これまで紹介した人以上のガチモンのヤバさを感じる人なんだよな。さすがにシャレにならないし、本当に大丈夫なのこの人？さすがに見た人からも、ガチで心配する声が上がるほどだ。料理動画以外の投稿も、かなり狂気じみたヤバさを持っていてな。4日も風呂に入らない状態で、こそぎ取った赤の塊の画像や、かかとを刃物で切ったのに、放置してひどいことになった傷の画像など、とんでもない内容のオンパレードだぜ。ほんと笑えないし、逆に心配になってくるわね。不潔というレベルを超えて、もはや別次元の人になってるんだよな。生きていけるかすら不安なんだけど、今も元気にやってるのかしら？部屋の状態は相変わらずだが、ちゃんと生存しているぜ。ちなみに X の最新の動画は、電気鍋になぜか群がった G に対して、一週間常温放置した、アーモンドミルクを入れて温めるという、蒸気を逸したとしか言いようのない動画だ。いやもう、字面だけで十分よ。不潔すぎる動画投稿者4000は以上だぜ。いや、料理の仕方が不潔とか、音が不潔とか部屋が不潔とか、不潔にもいろいろあるのは分かったけど、最後の最強ちゃんが全て持っていったわね。さすがに言葉を尽くして紹介するのも、気が引けるレベルのコンテンツなんだよな。興味があるなら見てもいいが、具合が悪くなるかもしれないから自己責任だ。見たくないと言いたいけど、ちょっと覗きたい気持ちもあるのよね。優しい内容の不潔さから、順番に味見していくとするわ。それじゃ今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。